チャオ、プリンスコウです。おかげさまでこのコートカード講座も、残すところあと2枚となりました。そのカードというのは、カップのキングと、ソードのキングですね。そう、試しにね、ちょっとこのまた、ソードのキングをですね、テキストで、ちょっとこう見てみますと、冷淡、厳格、命令口調、守りに入るというようなね、ちょっとそういうような、ワードがね、並んでますけども、ちょっとね、これだけですとリーディングの時ちょっとこう弱いかなっていう感じですね。そう、あまりね、こう膨らんだリーディングっていうのはちょっとね、この言葉だけでは作れないかなと思いますので、ちょっとここはね、僕みたいにそう、こうクライアント様とね、数多くのセッションを通してね、もういろいろとお褒めの言葉をいただいたり、お叱りをいただいたり、経験豊富な占い師の方が説明はね、すごく良いと思いますので、ちょっとね、やっていきましょう。そう、このカップのキングとソードのキングですよね。そう、この皆さんは思いませんかね、このソードのキングってそんなに出ないカードじゃないですかね。そう、あまり出る機会がないというような感じのカードですよね。そう、このソードのキングね、ちょっとね、あまり多く出ない代わりに出た時はね、ちょっとね、気を使うような、そういうカードなんですよね。そう、またちょっとね、過去の、このクライアント様の、事例で、セッションのね、お話をしていきますと、あるね、まあ、20代、半ばの女性がですね、こうお見合いをすることになったんですよね。そう、このお見合いというのはね、現代のマッチングアプリとか、そういう軽いですね、お見合いではなくて、本当にこう昔ながらのお見合い、こうお相手から写真が届いて、その写真から、こうじゃあ会ってみようかという形でこう一緒にこう会話をして会うというね、そういうもう昔ながらの、お見合いのこれから行う、女性がいまして、そう、なんていうかね、男性の感覚から言えばそんなの会えばいいじゃん、会えばわかるよっていうふうに思いますけど、女性ってね、わかります。こう、会う前に、ちょっとね、どんな人か本当に下調べというかね、ある程度ね、把握しておきたいんですよね。そう。こう、やっぱりね、すごくね、不安なんですよね、会う前にね。ですので、ちょっとね、この女性、こう、不安が募ってね、こう、どんな方なんだろうっていう形で、まあ、僕のところにちょっと来ていただいたんですけれども、そう、その時にですね、出たカード、人物はどんな人物かということで出たのが、この、ソードのキングだったんですよね。そう、ソードのキングね、こうあんまり出ないカードだけにちょっとね、ちょっとだけギクってなりますよね。ちょっとこれはね、かなり、注意が必要なね、カードでもありますので、なんというかソードのキングってね、こうものすごくね、こう身構えてる人物なんですよね。そう、わざわざね、そんなこう華やかなお見合い、こう男性にとってはね、結構ムフフな感じのお見合いなのに、あえてこのソードのキングのようにこう剣をね携えて、しかも体はね、もう真正面にね、据えている。もう本当に身構えてますよね。本当にこれからね、戦いに行くんじゃないんだから、これほど身構えなくてもいいのに、そのお相手の彼はね、どんな人物かでソードのキングが出たという形ですね。そう、これはちょっとね、やっぱり、ある程度カードを知ってる方だと身構えちゃいますけど、まあ、幸いね、そのクライアント様、ちょっとこうタロットあまりこう詳しくない方で、まあ、あ、なんかかっこいい人みたいな感じで、そういうノリだったんですけれども、なんていうかね、ソードのキングはね、こう警戒心が強いんですよね。こうちょっとでも相手にね、バカにされたくない、こう下に見られたくないっていうカードなんですけれども、その思いとは裏腹にね、こう相手にね、こう分かり合いたい、理解し合いたい、こうなんていうか、他人に理解されてされなくても、この人には自分を理解してもらいたいっていう、そういうような、カードなんですよね。そしてですね、このソードのキングというのはですね、警戒心が強いあまり、自分からね、あんまり言葉を発しないんですよね。そう、なんていうか、言葉を発すると自分が不利になってしまうっていうふうに、そのぐらいね、警戒心が強いカードなんですよね。そう、この持っている剣の通りね、もういつでも震えるようなような、そういう状態で、いるという形ですね。で、まずそうですね、このカードが出た場合、お相手に方に一番必要なことっていうのは、こう警戒心を解くことなんですよね。そう、心のガードをね、外すという形。で、この人は自分をバカにする人物、僕を下に見る人物じゃないですよっていうのをアピールしなければならないんですよね。そう。ですのでね、なんというか、これからお見合いをね、この男性と受ける女性に対してのアドバイスはですね、とにかく相手に安心感をこう与えること、そう、隙をどんどんね、相手が隙を見せない代わりに、こっちは隙をどんどん見せてくださいという形でアドバイスしたんですよね。隙を見せることによって、相手はね、あ、もう、こんな剣を構えてるような相手じゃないんだということで、剣を下ろしていただいてね、自分のね、この思いをね、こう、さらけ出すというかね、自分の本当の言葉で語り出すという、そういうようなね、流れが見えてきたので、そういうアドバイスをね、したんですよね。
そうでね、この時のセッションでね、面白いことに、お相手はどんな方かというカードに確かにソードのキングが出たんですけれども、結果のカードにね、カップの、このキングが出たんですよね。そう、そのお相手の人が人物がソードのキングで、結果がカップの、キング。本当にね、この2つもう相反するカードなんですよね。そう、ソードのキングは先ほどにも言ったようにもう本当に警戒心丸出しの人物。対して、このカップのキングっていうのはもう警戒心どころか、もう相手のことは何でもこう受け入れ、ウェルカムっていうようなね、そういう度量の深さをね、持った人物なんですよね。そう、このことはね、ちょっと後でわかるんですけれども、そう、そしてね、彼女さんがね、こうお見合いをね、してね、そう、言われた通りこう、結構ね、できる女性だったんですよね。本当に卒のない女性だったんですけれども、あえてそこは自分を、隠して、ちょっとこう、おちょこちょい系みたいな形でね、自分をね、さらけ出す形で、ちょっとこうね、好きのある人物という形で接したんですけれども、こう最初はね、ぎこちなかったんだけれども、こう、なんかくすって笑うようになってきて、で、だんだんその笑いの声も大きくなってきて、こう、そしてね、彼から発する言葉もどんどん増えてきてという形で、本当に目に見えるようにね、警戒心がどん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 薄れていったような、そういう流れだったっていうふうにおっしゃってるんですよね。そう。で、すごくね、好印象を持たれて、帰ってきたんですけれども、でね、この男性の方のね、方の、お家の方もおっしゃってて、あんなに喋る人じゃなかったのに、すごく喋っているということで、ちょっとね、驚かれたということなんですね。そう、つまりね、彼女のその作戦勝ちですよね。こう、相手の警戒心を解いて、なおかつ、そこから相手の本心の言葉をどん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 引き出すというようなね、そういうようなね、流れだったんですよね。そう、そして、最後にね、この結果のカードになんでカップのキングが出たかということなんですけれども、そう、カップのキングっていうのはね、もう本当にね、この見た目の通りですよね。もう気のいい王様。もう本当にちょっとこうコメディアンじゃないかっていうような感じのこう、親しみやすい王様がね、もう本当着飾ってね、こうでっかいカップをね、持ってね、こう、もういつでもいらっしゃいみたいな形でね、こうフレンドリーな形で座っている。そう。つまりね、本来彼はね、実は本当の性格、結果で出たこのカップのキングだったんですよね。そう。字はね、彼の字はものすごくね、こう温情の深い人、愛情の深い人であって、でもね、ちょっと過去に、女性のことで嫌な経験があったらしくて、もう本当に女性になると、こう身構えちゃうっていう、そういう彼だったんですよね。そう。ですので、こうなんていうか、この時セッションで出たカードは、彼の性格はソードのキングではなくて、その時だけの性格、こう彼の本質的なずっとある性格じゃなくて、そのお見合いにおける性格がソードのキングだったんですよね。そう。なんというか、彼の本質はカップのキングだけど、そのお見合いの時にはこのソードのキングだったんですよね。そう、面白いことにね、タロットカードっていうのはですね、なんていうか、その時の状況を表すカードでもあるんですよね。そう、彼の本質、彼の精神はカップのキングだけれども、その時だけはソードのキングになってるよっていう、そういうね、示唆の表れでもあったんですよね。そう、もしね、この時ね、この、まあ、ソードのキングっていう、そういう、彼はソードのキングだよっていう、そういうね、示唆がなければね、おそらくね、彼はこんなにね、彼女に対して、心をね、開かなかったと思うんですよね。そう。ですのでね、めったに出ないカード、要注意なカードなんですけれども、ここぞという時ね、結構ソードのキングって、出るカードですのでね、ちょっとね、この、2枚、カップのキング、ソードのキングを出た時はね、このセッションの内容をちょっと参考にしてみてくださいね。それではですね、また次のレッスンでお会いいたしましょう。チャオ!